はい、じゃあソロモンの鍵続きやっていきましょう。前回なんですけども、テレビから出てたゲーム音が大きすぎて二重になってましたね。申し訳なかったです。あっ、で、あとはちょっとコントローラーを何だっけ、変えました。クラゴンに戻しました。なのでちょっとはまあ違うとは思うんですけど、あとあれだね、自分の声の反響がやっぱりひどい。あそこの下を降りていかないといけないんだけど、そうしたら、壁作っちゃおうかなって思ってて、待って、ボタンが違ってるから、なんか奇跡的に助かった。待って、ボタンが違うからさ、変わった、配置が変わったから全然違かったよ。ジャンプ上な、やめろ、そこを壊すな。なんかこれ真下壊せる。あ、そっか、耐えなきゃいけないのかこれで、耐えなきゃいけない。あ、オッケーオッケー、シュー、やった。もう横はいかない、クリア最優先だから。なんかびっくりするぐらい時間かかってるのだったけど、ライフがめっちゃ、ライフっていうかポイントがスコアめちゃくちゃ高かった。あー、上に行くパターンとまたこのパターンか。そしたらでも上に上がっていかなきゃいけないんだよね。あのところはちょっと動きが遅いで、ところが来ちゃうからちゃうんだけど、大丈夫か、ここまでは来ないな。だけど上に上がるのには、え、上に上がる、これ上は壊せない。じゃあ移動して、上に上がっていかなきゃいけないんだけど、あっ、時間が絶対なくなるんだこれな。でもダメだ、いけないもんな。いやー、困ったな。でも上に上がっていかなきゃいけない。上、上がれるルートはやっぱりこういうところからじゃないと上がれない。あそこで消える。真ん中のルート取っていかなきゃいけないのか。そしたら、そうしたらここに落としちゃう。そうする、そうすればあっちには来ない。そうすると今度こっちが、そう
けない、くそ、そんな感じでいってみるか。あ、もう割とね、後半戦で50ステージかな。だからもう割と折り返しなんですね。うわー、そこにあるのね、厄介な。あ、めずらいね、今こっち戻ってくるかなって今思ったわ。さあ、ここまで来ました。来ましたが、ここに足場をつけて、ここか。あいつがいったら、よし。でもよ、違うな、上だ。奇跡だったな、奇跡だったな、これ大丈夫。もう一回、もう一回、あれあれ、オッケー。今、ドクロが出てこなかったのはマジで奇跡だったね。たださ、一回ね、やったのはいいんだけど、覚えていないけどね。違うな、これこのまま向こうから上に行けばいいから、向こうに行きます。はい、チャンタリュー。でも結局のところ周り壊してったよね、さっきね。そっか、ここで落ちていきます。結局これを壊して、行けるルートを作っとかないといけない。ここで落とす。36。はい、ああ、まあ久しぶりに決めたね、来たね。ああ、割とここにさ置いてあるのがいいんじゃない？どうせこっちの下に落ちるでしょ？でしょ？んでよ。
ジャンプで受けていくしかないってことか、あとあれか、せっかく上に上がったのに、ああ怖い怖い。あいつマジでやめ、うし、マジか、そんな作るか、くそ。よし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 、行けた、行って帰ってこれた、とりあえず行って帰ってこれたし、あれも取れた、ボーナスステージに行ける。あ、これおかげさまで何ステージ目か分からなかった。これさ、これこのステージがさ、ちょっと待って、話してあ、待って、そういうこと、死んだらダメだったってこと。はい、これ難しいな。俺多分あれ間違えてんな、まあ、ただこれはただスコアなだけ。こういう無駄なことをしてみたくなる。足場作成してさ、逃げらんなかった、壁を作っていく。どう、この作戦。上がってて、ここを死守して、なんか間違えてな、うっしゃー、いけた、よしよしよし。多分35と36をカットしなきゃいけないんだな。これで38だもんな。おお、え、くすいかしてほしい。これ同じだよね、多分ね。そうだね、またそのパターン、交互にいくパターンなんだけど、うん、こっちで降りていくしかない。
で落としていく。上に上がるには真ん中を使わないといけない。上に上がっていく道はないよね。はい、これ左も右もどっちも行かなきゃいけないってことはないから、ああなんで出てきた、出ないよ。こいつが倒したところでだよね。え、こっからどうやって上がるの。あ、道が違う、逆だった。やられたね。ただ途中まではやってあるから、左ね。あ、でもちょっとずつ違うね、これ微妙にね。おお、生きた。で、ちょっと初めこっちからちょっと回ってみようか。うわ、結構判定残ってるね。からじゃ上には登っていけないから、普通に行きたい。経路な、あの木を先に落としとくべきだったか。いやー、このね、下にね、ジャンプで入れるときと、そうなんだよ、ここね、あそこね、ピュンっていけるときといけないときがあって、そうしたら、じゃあ右の、よし、道を作りながら帰ってきたドラゴンがいっぱいいる。増えるか、倒せねえかなと思ったんだけど、これさ、ここで待ってるとさ、切ってくるでしょ。待って、あそこの上のコインもやばくない？でもさ、一番上に行くしかないでしょ。しかも一番上だからジャンプができないんだよ。天井で頭引っかかっちゃうから、あの、ああなっちゃった場合どうすればいい？
ったんじゃない？やったぜー。まあ、やり方わかればとりあえずあそこの足場の下を開けとけば、さっき一回落ちてきたんだけど、そのまま倒せるから降ってこないんじゃないか。立っちゃった。まあブロック置けって話なんだけど、あ、そうなるのね。はあ、待って、そこはそうならないか。なんであれ上行ったの。おい、なんであれ上行ったの。なんで？あ、わかったわかった。乗ったら壊すんだな。はい、こうね。で、壊すと上に行くんですよ。で、これ全部、あ、じゃあ結局また戻ってきたのか。きれい。よし、なんかしないで助かった。上に逃がして終わるかなと思ったけど、壊すやつがいるせいで閉じ込めることができません。これさ、結局同じところぐるぐるしたのかな。そっか、うお、下も壊して。じゃあある程度上まで上がっちゃった方がいいか。これ全部カットしないと。あ、でも40分だからこのステージクリアで終わりかな。いや、クリアまでいけるかしてっていう。やめろ。よっしゃ、カットしようと思って黙ってたけど、いけたわ。まあ、カットするんだけど、終わるかな。30分いってないと思うけど、40でしょ、あと10部屋。なんか加速しませんでした、あいつ。こいつに当たってもダメだから、なんかやるみたいな名前になっちゃってるけど、これさ、これ今もうさ、ほんとこれいけるいけるいける、ここしばにしよう。これをまず、すいません、さっきさ、加速したよね、こいつね。デスルーダでまず、鍵を取って、もう、鍵取って死んじゃって、で、これをまたもう一回同じこと繰り返せば鍵までいけるから、はい、タイミングだな。
よし、いいね、41。多分あと2パートぐらいかな。50で終わりだと思うから41で終わりましょう。いけるな、いけるいける、わかります、わかります、ひどいことありますよ。うおおー、終わります、詐欺がひでえんだけど、まあ、ああいうところは多分隠しみたいなのがあるんだよね。うわー、またこれな。でも個人的にはこういう方が好きだわ。急にわって飛んでくるよりは全然こっちの方がやりやすくていいです。はい、じゃあお疲れ様です。さよなら。